いつもの宮谷です。筋肉が萎縮するという難病の ALS、 この ALS の認知度向上チャリティー活動の一環としてのアイスバケットチャレンジ、日産自動車滋賀副会長より指名を受けましたので、ここで氷水をかぶると同時に、寄付をさせていただきます。ではでは私からは次の3名を指名させていただきます。スーパー GT、ニスモチーム監督の、鈴木豊さん、それから23号車レーシングドライバーの松田杉雄選手、それから23号車、レースクイーンの高橋作さん、よろしくお願いします。